アメリカンロコモティブ製の RS-1、ロードスイッチャーの先駆けとされる形式。ロードスイッチャーとは、主として各地から貨車をピックアップして走車場に集め、または配送する間に本線を走行し、走車場では入れ替え作業で使用される機関車である。そのほとんどはディーゼル機関車である。入れ替えのみを担当するスイッチャーとは区別される。 走車場外での走行を前提とするため、ロードスイッチャーは本線走行に適した速度を出せることが必須である。また、入れ替え時には前後方向の移動が頻繁となるため、双方への視界を確保しなければならない。そのため、車体形状はフードユニットタイプが採用される。運転台は車体前後方向の片側にオフセットされ、その前後には エンジン等を収納したボンネットがあるため、純然たる入れ替え用であるスイッチャーよりも、衝突時の安全性が高い。後方視界は、箱型車体のキャブユニットタイプのものよりも良好である。このスタイルの先駆けは、アメリカンロコモティブが製造した RS-1 である。常実の特徴により、今日では、ロードスイッチャーが入れ替え用と本線用を兼ねて使用されている。 イギリスでは、ロードスイッチャーという用語は使用されていないが、14型がこれに分類される。日本では、DD13 型、で1 0型が、現義でのロードスイッチャーに相当する。ありがとうございます。